アイクさんがとんでもなくワイルドな姿勢になってるのはハンマーのせいだな。わあ、懐かしいよね。操演の時のグレイルもあんな感じのフォームでした。昔話。ほう、ずっと昔の話。ほう、始まりの始まりの時、水しかなかった。そこに一人の少女が降り立った。ほう、動物とか植物を作った。たくさん作った。少女ってのは言うのあんたのことなのか、それともアスタルテのこと。どちらでもあって、どちらでもない。世界を作り出すことに夢中でしばらくはとても楽しかった。でも、だんだん寂しくなった。なるほど。何千人も泣いてばかりいた。へえ、獣たちの一部がどんどん姿を変えていった。ほう、少女を慰めようとして、少女に近いものになろうとして、それがマンナズの誕生。私が邪神と呼ばれたように。暁の女神。女神はマンナズをとても愛した。様々な知識と恩恵を与えた。それがどんどん己の種が最も優れているのだと主張し、争いを始めるようになった。うわー。彼らが望むままラグズ・ベオクという名を与えても、それもまた戦いの口実となった。そしてあの大洪水が起きた。女神はただ目の前の争いを止めようとしただけだった。だけどその力は強大すぎて、ほとんどの大陸は水の底へと沈んだ。踏んだ。この先にいる彼が教えてくれるんじゃない？父上。この扉の向こうにいるのは父上。ゴルドアの竜輪族が待ち受けています。彼はアスタルテの加護を受けている。眠りにつく以前の強い強い守護。このままでは決して勝てない。さて、本当はギリギリまで、たどり着くまでやらないつもりだったけど仕方がない。ユンヌの加護をあなたたちにあげる。人は女神に対して攻撃を加えることなんかできない。元は一対だった私も互いに相手を傷つけることはできない。なるほど。これが今中央にいるのが、ソーン、そして、オルティナ、デギンハンザーの3人ですね。オルティナさんはエタールドとラグネル両手持ちしてるからとんでもないことになってんだよな、あれ。元の性能が強すぎたってやつだな。さて、それぞれ最強装備にしましょうか。サナキ。ベグニョンでのあいつはどんなやつだったんだ？ほう、セフェランの腹心。大陸一の剣使い。セフェランはどうしてるだろうな。石にはなっておらぬと思う。魔道において並ぶ者はおらぬ。気にはなる。確かに。石になっていないなら今頃合流してるはずなんだよな。お、なんじゃらほい。これで身を守ると良いぞ。ありがたくいただいておこう。何気にめちゃくちゃ強いよな、これ。大盾。
ルシオン。いやいや。おお、塔の中で拾った。あんたには不向きだろう。しゃめっ気あるな。確かにあんたが攻撃かばったらあんたが死ぬぞ。さて持ち物整理、それぞれ最強装備。ミカヤはパージ、サザさんはバゼラード、そしてマトローナはミカヤに渡しておきましょうか。ちなみに杖を最強装備にすることはできません。無限に最強の回復を振り回すってことはできないというわけですね。ではサナキのメティを預かりますか。でミストがなんだかんだ勇者剣の方が強いだろうね。でワユはアイクから、そういえばエタルドあるよね。もうこれは弱いでしょ。全然ちげえと思ったけど威力だけは変わんねえんだな。へえ、意外。こうしてみるとカラドボログ弱え。切ねえ。せっかく作ったのにな。まあまあまあいいんじゃないでしょうか。せっかく連れてきたエディ君の専用装備だからね、このまま持たせるとしよう。でハールさんも勇者の方が強いんじゃないかな。チャープ、ここでウルバンの出番だね。というか勇者の槍でいいかもな。まあ何でもいいんですが。さーて、パージが1個しかないのは誤算だったね。もう1個欲しかったな。パージ取っとけばよかったね。であればレクスオーラしかあるまい。でティバーンはこの辺で OK で、装備フェンリル、よし。まこんなもんでしょう。でちなみにアイクはハンマー持たせたままにしておきましょうか。するとダメよアイク、あなたの場合はラグネルが最良、自分でも分かってるでしょ。すみません。はい、そっと。さて、これでどうなるのか。ちょっと張り切りすぎたみたい。この後わかります。何が起こったのか。何イチャついてんだ。父上。来たね。ラグズの王たちを私は何度も忠告はしたはず。大陸を巻き込むほどの戦乱を起こしてはならぬと。その結果がこれだ。我らは女神を裏切った。学ぶことを知らず戦いをやめようとしなかった。報いを受けねばならぬ。審判を受け入れようではないか。そなたが何者であるかは知らぬ。とても信じることはできぬ。我らとおとなしく裁きの時を待つならばよし。さもなければ。アシュナードの騎乗した姿も相当に大きかったですが、あれ以上ですね。はい、というわけで、ゴルドアの皆さんとの決戦、デギンハンザー、なんじゃこりゃ。50、26、体力は100。
まあ伊達に手がつけられないと言わせただけはあるという感じでしょうか。スキル女神の加護、ユンヌの加護のない武器による攻撃を完全無効化、幸運の数値分体力が回復なので、毎ターン30回復ということですね。激凛ダメージ3倍で、王者常に化身と、まあむちゃくちゃだわな。さーてこれをどうするかなんじゃが、まあどうにもならんわけで。ただデギンハンザーさんは床には乗ってないんですよ。ナーシル、武器レベルが S 止まりですね。宝珠持ちです。はい、ステータスとしては速さがやっぱとんでもなく足りてないですが、あとゴート、こっちは王子のお月ですね。両方ともなんていうか、お月としてトップクラスのそれぞれレッドドラゴンとホワイトドラゴンといったところか。はい、では、1枠空いちまってて申し訳ないんだけどね。さて育成スキルでですね、激凛の発動率がどえらいことになってるので、見切りついてないキャラが殴りかかるとまあ死にます。なので基本的には攻め込むキャラクターに対して見切りとかはつけておかないともうお話になりません。絶対に負けます。なので見切りはつけていこうね。挑発とかいらないでしょ。そして強運ももういらないね。習得、どうしよっかな。守り手これもいいでしょ。見切りエリートミカヤはもう外していいでしょう。おそらく自然とカンストするはずで、クルトナーガをここでなんとか完成させたいところですね。エリートカイネギス似合わねえな似合わねえな本当。さて半化身っていうのは誰かつけてたっけ。ここか、複数あったような。オルグのヒッペガスの忘れてたか。ではクルトナーガの、連続を外します。で天敵竜これで、でちなみに今回のマップの特徴としてですね、クルトナーガは攻撃されません。イナもそうだったんですけど、なのでこのマップはイナとクルトナーガを存分に育成できるマップとなっております。詐欺の民も攻撃されません。守る必要がないと、まあそんな感じで本当罪受け入れようや体制なんで。はい、ではクルトナーガを頑張って育成していくマップになりますかね。あとカイネギスもエリートつけてるから多少はいけるかもしれないぐらいですか。はい、では行きましょう。左から来るは白い竜たちですね。どうしたもんかな。まあ、魔法使い3人左に持っていけば抑えられるってことですが、でこれね、女神の加護を受けた装備なんですけど、なんと使用回数制限消えました。連発が可能です。そうパージ打ち放題、もはやバランスとか置いてきたぜどこかに。なので存分にその力振るっていきましょうか。こんな感じで削り放題ですよ。さあザサーン、うわ強、魔防床に乗ってアイクで仕留めていく。いきます、ラグネル。よし、まあ最強装備選んでって言ったのは伊達ではないということですな。なので遠距離魔法を生かしていけば存分に経験値を稼ぐことが可能となっているぞ。強、そう、あの黒以外の竜は経験値がね、あれなんで、経験値じゃない、足が遅いんですよものすごく。なので今回はクルトナーガが大暴れできる回となっております。よし、
ではティバーンちゃんで化身してこいつも仕留めてしまいましょうか。まあなんだかんだドラゴンが強いと言っても結局はモブ兵ではあるので敵ではないぞ。さてしかしながら左に逃げつつお掃除していかないとね。勇者剣ミスト行くぜ。あいよ、これである程度塞いだも同然ですが一応サザさんでお料理してやろう。オッケー、レベルアップ、まだまだ強くなるぜ。さて残りのメンツをどうするかなんですが、まあなんだかんだエタルド持たないときついか。回避命中が高いね。化身、しかし獅子王の敵ではない。あいつはさすがに強えな。1234561、ティバーンが範囲に入ってる。攻撃もしていこうかと思ったけど、そうかパージ持ってねえんだ。ミカヤと持ち替えつつ打つことになるか。めちゃくちゃ不便ですね。マジックシールド、リュシオン君はとっとと化身の宝珠使った方がいいか。いやそうでもないと思う。一応この辺にマジック魔法床に乗ってでエタルド待機でいいと思います。どうぞどうぞ。敵はあんまり動かないのでね。一定しマジかよ。ハイネギスでこんだけ食らうのはすごいよね。一定しなんだかんだ強いです。ご用心を。さてと結構傷ついちゃったのは仕方ないよね。遠距離魔法で潰すべ。そう遠くから狙い放題ってところはあるんでね。よし、そう 1-2 なんで射程が。遠距離魔法で潰せる限りはそうした方がいいでしょう。ではアイクで失礼するぜ。まだまだ敵はいるね。カラドボル、オラ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 。よし、まあ、割とボロボロなんじゃが。おこう。ただね、クルトナーガは攻撃されないとは言いましたが、あれなんですよね。逆に言うと攻撃されないから敵倒すのものすごく時間かかるんですよ。その辺はいいことばかりではないという感じですね。では仕留めさせていただこう。よし。ですが見ての通りもうクルトナーが一体で完封可能です。そういう意味では気が楽だ。おちゃん、遠くにいる敵を狙い撃ちさ。これもしかしてカイネギス落ちんねよな。1234567、大丈夫大丈夫大丈夫。びっくりしたよ。カイネギス落ちるってなったらもう草も生えねえからな。やべえよ、カイネギス落としたやつがいるってマジって語り継がれることになる。化身してんね、化身してんね、化身してんね。ちなみに攻撃されないと言いましたが特例もあります。
後でご紹介しますが、そこら辺はご注意くださいって感じですね。のし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 、さあ粉砕粉砕、いけいけ、狙え狙え。サンダーストームでもあれば、サンダーストームだったらセルフで特攻ついてるんで強かったんですけどね。よし、レベルアップ、マユちゃんエリートついてるから頑張って、あともう少し駆け抜けて、1,2,3,4,5,6 だから結構来るな。ティバーンで始末しておきましょう。当たれば相手は死ぬ、シンプルでいいね。ではミストで再びリブルをかけておきましょう。サザさん、バズラウ、竜とか怖くねえし、ぶっ潰してやんよ。交換パージ打ち込んでいこうか。リュシオン君もどんどんクルトナーガとどんどん上がってって、よし、ちょっと怖いよな、狙われなかったと記憶してる、大丈夫のはずですが、それでも怖い。カイネギスエリートついてるけど全然経験値入ってなくね。うん、結局1しか入らないんだよな。痛えし、無問題。テチ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 、なので真っ向からやり合ったら結構しんどいマップかもしれませんね。ですがクルトナーガという抜け道を知っているのでね。では失礼。そうか、魔防床に乗ってるからダメか。ならばウルバーン月光、そう、当たれば相手は死ぬというこの必殺技の数々、持っているのは何もそう一人だけではないのだよ。武器レベルの都合もあります。どんどんなぎ払っていきましょう。1ターン2体ずつ、ノルマだぜ。ごめんなゴルドア兵、王子がご乱心だよ。化身中に倒してる割には経験値の量が少ねえな。こんなもんか。へい、持ち物リブローにして癒しの手さらき、お、中央から行くか。よし、じゃあ連射するしかねえな。そう、押してダメなら連射しろ。打ち込むぜ打ち込むぜ、向こうには杖使いがいねえんだからよ。よし、フェリアスの火力すげえな。ふう、こいつらの移動は1,2,3,4,5,6,1,2 だから普通に危ねえんだよなこれ。一応下げときます。下げるのもいいけど攻めろ。
さて、下げますか。ちょっとしたパズルのお時間だぜ。よし、やった。救出して救出する。あとはこれを下ろしていきましょうか。次のターンでまた連射するためにね。よし、では引き続きこっちのお掃除を。意外と経験値の入りが良くないのは大器晩成までつけちまったせいだろうな。これの倍は入っとるんですが、よし、レベルアップ。技が伸びねえんだわ。それ以外はいいんだがな。どうぞ。では適当に仕留めていくか。まず痛い。近づいてもいいが命を失う覚悟はよろしくて。トパック君強いよね。育てた甲斐があるというもの。よし、いい伸びだ。1234561212、誰も射程に入ってない。ならば問題なし。一気に経験値減らされたな。まだゼロか。厳しいね、査定が。武器レベルをもうちょっと上げないと1ダメージもこの親父には通せない。それほどの硬さ。なんか来たぞ。どうせ中央に集まってくるから、この辺でなんか遊んでたらいいな。やっぱナーシルとそれ以外の竜で大きく実力の差がありますね。こうしてみると床効果もあるんじゃろうけど、それにしたって よし、ほぼ制圧しました。あとはここにいる敵をなぎ倒すのみだぜ。トパックー、まだ下にちょろちょろと増援は来たはずですが、早いもんでもう30分か。抑えろ抑えろ。まあこれが一番安全ですよね、なんだかんだ。それに武器レベルを上げるついででもあります。なのでそれがある程度落ち着くまではこれを継続します。ふっふっふ、反撃してこないこといいことに、やりたい放題させてもらうぜ。ただ自分のターンでしか攻めれてないから、武器レベルの上昇の幅は思ってる以上に地味よね。さてとっと、ふう、奥にいるゴルド和兵は化身しないね。何かのトリガーがあるんでしょうけど、
わざわざ踏んでやる筋合いもないぞ。よし、じゃあこの辺でちょっと一旦録画中断したいと思います。ありがとうございました。